カジンガだと思います。とりあえずさんよりも俺さんの方が怪しいんじゃねって思っちゃうけど。じゃあ麺屋さんに入れますか。え、僕はマットってこと。タコ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 、これはえぐい。マジで俺がインポスターの時だけなんかまずいパターンあんのかな。でもこれ前違ったけどなってたから最悪やん。この脇ナイルス、はい、今エンジンに湧いた人っていますか。はい、ああいたん。うん、伊豆見ましたね。ゴビうつ伏せはしなかったのか。タスク出てるから。あ、そうなんか、うつ伏せしてたら僕しか湧いてなかったからエンジンシンプテメ梅源武器。あ、一緒にしまうか武器。いいね。え、梅源さんどういう気？え？え？プテどこ行った？え？はい、あ、え、はい、梅健さんの死体が展望デッキにあって、停電直したのって宮さん。そうだよ。え、プテってさ停電直さないかったよね。いや違う、これ直さなかったんじゃなくて、うん、いやこれね、あ、じゃあ宮さんインポスターかな。え、ここまたと思ったのかな。ね、配電盤に待機してたんだけど、うん、僕1ターン目でダウンロードが終わってたんですよ、うん、だからもう3秒ぐらい待って、はあの停電が来なかったら行こうと思ったんですよ、うん、アップロードに、うん、そしたらもうそれで3秒ジャストのタイミングで下降りた瞬間に停電来たから、うわタイミング悪っと思って、でも宮沢が来てくれたから託したんですよ、うん、で俺そこ直してそこ出てってる。 でもうむしろ今請求まで行ってるよ。で梅健さんがアップロードから、その時にダウンロードかアップロードか忘れちゃったけど、うん、アップロードから展望出ていく素振りが見えたんで、うん、どうしようかな。梅健さんが切られてて、宮さんが犯人を見てないんだったら弁当だけど、とりあえずガミできないです。はい、高田さん無理です。新様はほぼ無理で、僕武器庫でダウンロードします。新様に言っとくと。はい、七子さんは無理なんじゃないかな、そっちの辺行くのは。えっ、だってメインエレキ感ですれ違ってるもんね。多分ね、だからね、メイヤさんが来るんだったら弁当、まあ僕目線でアラマ君の弁当は全然あるって感じ。コクビっての置いてきてるんで、あとエンジンに入るときに、あ、そういう感じなのか。あ、OK、 ごめんなさい。エンジンに入るときに伊豆さんが通信室の方に行ってるから、いや、俺武器の方行ってます。でアルマ見てる。あ、見てる。上に別に隠ってる。隠ってはないか。僕アップロードし終わって戻ってるから、うん、弁当確実ではないか。じゃあ名さんが出た後にキッチン上からとかだったら入れるかな。いやです。ちなみになんですけども、私キッチンで湧いていて、あの上にガーって走っていて、金庫室でタスクをやった後ミーティングまで行けてるんですね。でヌンは左です。で梅健さんは武器庫のダウンロードをされてたんです。いや、そう、いや、その後に、キッチンから展望に入る梅健さん見てるんで、もう基本的に展望とかキッチンのっていうのは間違いないと思うんですよ、うん、そう、アップロードから出てる梅健さんを僕が見てます。で俺が停電になったんで配線やった後に梅健さんが展望デッキを多分アップロードの方に行ってるのを見てるのね。で配線から停電になったから停電のところに行ったらプテがいたんだけど、プテは直さずに俺は3つパパパって真ん中だけ上げて、誰とも勝ち合わなかったから、で停電が開けたらプテがそこにいなかったんで絶対直してないんですよ。プテは、いや僕は直してないです。僕は今言ったように下に行ったんでしょ。そう、下に下がってった。めちゃくちゃ怪しいけどね、動き。両方釣りたいけどな。え、これね、まあ基本僕のことを待ったと勘違いした皆さんに見えるよ。え、いや、マットメイトとは思ってないけどな。
ね、マットメイトだったらね、あのタイミングでね、あのね、配電盤前のね、待機なんかしないんだよね。ただなんでサボ、トータスさん。はい。多分僕が直してます。いや、ガミです。ああ、僕一応直した後3歩くらい動いてるけど、まあ、OK です。え、これ結局メープテ以外のあれは、いや、そうさ、あの、キルに関われない人をさ、赤髪かもつ。高髪かもつ。神はちょっと人外だと思ってます。正直、まあ、いや、まあ、これはいいです。議論の中でちょっと別の話で。はい、別の話。七桃もほぼ難しそう。七桃が。で、伊豆神あるが、その武器周りにいます。で、で具体的な位置を言うと、慎太郎が多分エンジン方面で、うん、アルマが武器ダウンロード、俺が武器上2丁っていう感じで分かれてます。あの、ね、一応ね、慎様とは国見前通路まで実時点だと並走してました。ああ、そうなんだ。そうで、停電ふわーってなっていくときに僕が下行って慎様が右行ったみたいな感じ。あ、多分それが合ってるわ。だったら、あ、本当ですか。それでさんに聞きたいのが、具体的な下位置と発見した K、うん、ね、デッキの木です。下位置は木、展望デッキの木で発見して、ね、まず僕が配電盤待機をしていたら、僕が下にやっぱりやめたって下に下がってアップロードするタイミングで停電になっちゃったんですよ。それを明夜さんに見られたんですよね。だから明夜さん視点はこいつ配電盤待機してたのに停電になった瞬間離れやがったって思ったと思うんですけど、いや、 まあそうそうそうね、だから待ったとは思ってないよ、うん、正直、うんうん、そうですよね、待っただったら待機しないからね、うん、でと思ったんですけど、まあそれは一回、そうなんですよ、僕はもう一回決め、やると決めたらやるんで、だからアップロードやると決めたんですよ。その時に停電になっちゃっただけなんで、そこはまあ一旦待機は、配電盤待機やっぱやめた。いやで、その後どの時系列で梅健さんが出てたのか教えてほしい。僕が下に下がったタイミングで梅健さんが出ていきました。僕がアップロードに入ったら出ていきました。てか、プテ視点って名誉じゃない場合誰のは、だから、武器周りで慎太郎、アルマ、剣だっけ、慎太郎、ある、伊豆で、慎太郎、ある、伊豆か。で、伊豆、伊豆あるの場合、武器は、ただ慎太郎に見られてる。あ、慎様に見られてる。そう、ただ、徒歩で一応行けるっちゃ行けるけど、木までは行けないと思ってほしい、慎太郎に。まあ、どっちにしよう。で、慎太郎も無理やと思う。エンジンベントからキッチンに飛んで、木まで行くのは。ゲンさんどこなんだったっけ、ミーティングで。ミーティングに行けてるけど、金庫室でタスクをしてから行ってるので、一応ベントキルはできますが、展望デッキの木でお肉だったら、私は難しいと思いました、聞いてて。ちょっとね、僕視点は明さんが僕のことマットだと思ったぐらいしかね、それがめちゃくちゃ濃厚だと思っちゃってるのよ。てかね、そもそもマットメイトだと思うんだったら、プテがそこに待機してるからマットと思わないでしょ。今回僕投票に入れてできなかった。むしろスキップできなかった。俺スキップ入れてます。ガミスキップ入れてます。マジでわけわかんねえな。めちゃくちゃ白主張できるけどね。逆に入れた人教えてほしいな。3、4、6、7、2、5。はい、はい、ナイス、ナイス、ナイス。名やってプテが何に見えてんの、はい、いや、わかんないです。だから他にできる人を洗った方がいいと思ってて。だったら釣った方が良かったと思うんだよ。なんでですか。だってわかんない。いや、クルーの可能性もあるんですよ。正直、いやいや、僕目線は、ね。だから釣るべきだと思う。この場合。だって、いや、飛行時間見るってことですよ。だって、いや、プテ釣りってクルーだった場合って、俺まで絶対釣りますよね、高川さん。高川さんの思考だったら。2人釣るって言ってたから。それ、クルー荷釣りになったらどうするんですか。俺、クルーなんで。とかその場合ってもゲンさんぐらいしかないと思うよ。あとガミが人、いや、だからそれを話した方がいいと思ってて。俺の下でガミから釣れるんだったらいいけど。いや、だからそれを話したいと思ってて、あの、僕目線はプテがミーティング、メイヤさんが狂うな気がしてきました。あのね、プテが配電盤前待機してるのは見てるんですよ、うん、で、マットメイトで絶対そんなのやんないじゃないですか、うん、で、俺がインポスターだった場合、そんなことやってる、あの、配電盤前待機してるマットメイトなんていないんですよ、絶対。怪しまれるの分かってるんだから。だから別にプテがマットだとは思ってないのね、うん、で、梅健さんは確かにそこにいたから、プテがやってるんだとしたらかなりの時間差のセリフとかになると思うんですよ、うん、だから他のところを考えたいなって思ってたんだけど、であればね、一応僕目線でアルマイズに侵害は否定できないとだけ。なるほどね。
ここはエンジンに抜けたけど、武器庫にその2人がいるって言ってるけど、別にどっちか2人がひょいってキッチン側に行くことはできるわけだから、うん、一応ね、僕しても新伊豆の二人街は否定できなくて、ただその場合は伊豆さんが狼になる、その場合だったね。新様は切る絶対できない。セルフ使用します、セルフ使用します。あー、強い強い。7個のメイン弁当ってないんですか？あ、メインから入ってる場合はね、梅健さんが俺のね、かなり本当に後ろ、真後ろぐらいにいる感じになると思うから、俺がすれ違うと思うんですよね、展望キッチンで。本当にね、時系列的には名屋さんが出て行って、もう梅健さん真後ろに、真後ろよりちょっと離れたとこぐらいにくっついてないと変な位置関係に死んでました。であればやっぱプテメ釣りかなって思っちゃう。いや、てかね、あんまりしっくりこないのが、プテ釣ってマットメイトだった時なんで自分が釣られると思ってるの。いや、高田さんがプテメどっちも釣ればいいって話をしてたから。いや、プテがマットメイトだった場合って下位置が変わる可能性があるから、うん、議論が全然変わるから、なんで自分に釣りが向く可能性を知って、じゃあプテで道釣りなんかどうするんですか？サンズリにするんですか？なんかごちゃってるから入れます。メイヤさんはブルーに見えてる。そもそもた、いや、マットメイト基本的に両方人間しか見えない。あ、そうね、ごめん。いや、話をしっかり聞いてほしい、マジで。プテハスさんはクルーだと思ってる。プテハスさんは、あのね、マットだと思ってないの、俺はプテを。そもそも行動から、うん、それを前提に考えてほしいから。じゃあ、なんかその辺のそこを考えてほしい。俺はマットだと思ってないから、そもそも人外かどうかが分かんないのよ。人外の場合インポスターぐらいしかないのよ。でもインポスターじゃなかった場合が俺まで絶対釣りになる。あ、でクルーだって道連れがなかった場合に絶対に俺まで釣りになるから飲めないのよ。高橋さんがあって、そもそもメイアプテのどっちも釣ればいいって発言をしてるんだから、プテがマットじゃないと思ってる俺が、プテがマットじゃなかったんだったら、それでじゃあメイアまで釣りって なるじゃん。絶対にならないわけがないでしょ。あら、あれ七子さんの方は死人があります。ガメが人間だと思います、とりあえず。ゲンさんも死人あって、とりあえずガミはクルーなんですけど、はいはい、あの高田さんが配線やってる横をうろうろして、七子さんと高田さんとガミさんを貨物に置いてってます、僕は。はい、手で直したのがゲンさん、で、真ん中が上がりました。で、その後、ゲンさんと一緒に、ガミゲンでラウンジまで行って、ゲンさんはラウンジのトイレに入りました。七子も右で見てるよ、アーカイブで見てるから。はい、アーカイブ見てます。僕がアーカイブから右に来るプテハスさんとも、僕の死人が最初じゃないかな。七子さんが昇降機右に入るところを見てます。で、伊豆さんがアーカイブの本タスクをしていて、そこで誰だっけな、アーカイブからラウンジにいた時にガミさんとすれ違った。とりあえず伊豆たかはできないです。はい、高田さんな、多分僕に助けてアピールみたいなのをしてた気がする。いや、もうガミは 100% 俺してじゃあ、ね、僕見てたから、あの貨物であの配線のところでガミさんが高田さんにダンスしてるのは見てたから、時系列的に伊豆高がアーカイブシャワーメインエンジン宿舎みたいな感じで一緒に歩いていってて、はい、残してきてるのがガミプテなんで、基本的にそのタクは間違いないと思います。いや、そうなんだよな、どっちかがマットだと思うんだけど。最後でもトータスさんもシャワーの方から来てますよ。高田さん、ガミさんの後ろから。ガミは100人外でいいです。隠しろの俺から言わせてくれ。ガミは絶対人外なんだけど、マットの可能性がある。あの視野の停電を直してます、ゲンさんと一緒に。もうあんま言いたくないけど、初日の視野 の貨物の視界が 100% クルー側から見えない、あの樽の下から上を見えるっていう主張を出したんで。現状、死んだのが釣りだと思ってる人に話してもらいましょう。ガミさん、まあ、伝えとく。ただ、マットの可能性じゃある。僕も何の情報も出せないですよ。でもなんかガミって二択っていう話じゃないの、これって。伊豆さんは無理なんだよね、高田さん視点で。高田さんの先頭を走ってるのが俺。そうです。で、その後ろについてきてる高田さんが。ガミさんの後ろにトータスさん走ってましたけど、ガミさんの大丈夫ですか？ガミはもう治った時点ではキルクール上がってないと思って、うん、アーカイブとラウンジのとこをこう右往左往しかしてない。停電が治ったタイミングで七子さんが昇降機右に入ってるんで、昇降機右の下のタスクをやっているから確実に昇降機右で死んでます、七子さんは。でもその後、まあ、アーカイブではガミは高田さんの視界内にずっといます。ガミさん釣ります。
はい、絶対ピタスタンマットだよね。いやもう僕、ま、絶対マットじゃないんで、クルーなので。あ、そうか、アルマ、あれか、ガミが直したの見てんのか。あ、いやいや、僕は直したの見てないですよ。ゲルさんが直したのをガミが見てますよ。コミサボ、コミサボ。なんかガミ直した。あ、そう、直しました、直しました。いや、違う、あれはね、僕が直したの。右、右行きます。あ、じゃあ、マスコミ。違う、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 た。いや、もう全然わからんわ。大丈夫なの？ガミさんの後ろ、トータスさん走ってたけど、それって、大丈夫なの？ガミさんよりも俺、トータスさんの方が怪しいんじゃねって思っちゃうけどな。高橋さん視点で、それ大丈夫なのかな。ガミさんを積んだったらトータスさんの動きとかも経路も確認した方がいい気がする。ナイスすぎるな。うまいぼう、うん、どう。あーいいね。おお一応ね、僕コミサボをその自分が直したと思った理由が、直してその後矢印も出てない状態で3歩くらい歩いてたんですよ、コミサボの中をね、うん、だから絶対自分が直したと思って最初に言った。さっきのキルでごめんね、慎太郎に俺慎太郎から俺隠し色が出ると思ってて、慎太郎とエレキで長い時間いたじゃないですか。うん、でその後に俺メイン登って高橋さん、ガミさんで最後にトータスさんと会ってるのね、うん、で僕は切る場所がないです。じゃあそう、最後メイヤーさんが、多分左の下ぐらいから来た。でガミさんを、ガミさんの後ろをトータスさんが歩ってましたけど、その状況で高橋さん視点ってガミさんの行動の後ろトータスさんが歩ってることになるけど、ガミさんって切る場所あるんですか。あ、じゃあガミの後ろトータス歩いてて、ガミで道連れ来てないんだとトータスじゃないと思うよ、7個の切るが。ガミさんが切れる場所があるんですか、話してもいいですか。ある貨物で僕ね、七子さんを昇降機右に入っていく七子さんを見て、伊豆さんがコンタスコやってるのを見て、ガミさんが入ってきたのを見た後に、貨物に行ったら貨物下る人見たんですよ。それは誰ですか。貨物を中央から下の方に下った人。てかそれがね、トータスってさ、どうやってガミの後ろからそれついてきてんの、メイヤの師匠。普通に除染に行きました。伊豆さんと配線で一緒にやったんですよ、あそこの、はい、シャワーの配線で一緒にやって。てかね、やっぱガミの後ろだったら、はい、むしろトータスが7個のキルをできなくて、ガミが元キルをしていてっていうルートだから、トータス白になると。あ、そうなの。ガミの後ろだったらむしろなんか、うん、なんかどの道プテさんずっと終わらなかったらトータスさんまで釣れば100個終わると思うんですけど。あらー、はいはい。ちなみにそれは僕視点だとちょっとアルマに見えたんだよね。振らない？あ、アルマ？アルマってないと。僕は絶対ないな。あ、僕ボタンですね。てか、なんかそもそも左にあったからあのターン。でもボタンだったら、アルマか。一応ね、貨物からシャワー、メイン、ベントから昇降機右殺してボタンは押せるぐらいの時間だったと思う。7個はね、確かに、ね、昇降機右の方に多分いい。てるのは正しい。再確認、慎太郎視点でメイヤさんは絶対無理な。あ、貨物シャワーメインはメイヤさんから否定されます。エレキ通っていってるから僕。エレキで長い時間メイヤ君がいたら本当メインのキルが否定されるんならって感じ、僕目線で。メインキルは絶対無理です。あ、じゃあもう基本的にいいと思う。ガミさんで落ちてると信じるわ。まあ高田さんってマット否定されてるんだよね。誰が？否定はされてないかもしれない。あ、されてないの？うわー、まあちょっとじゃあ、まあ、ガミさんで落ちてることを祈ります。まあとりあえず伊豆高白で。でも高田さん視点でトータスさんで隠し白でしょ？ほぼ。ガミの後ろだったらできないよね。できると思うんだでしょ？アルマっぽ。じゃあガミさんで連れてんじゃない？初手キル、初手キルプテっぽくねえけどな。はい、意味がよくわかりませんが、自爆なはずですけど。どこですか？ミーティング。一応ね、ミーティングでシン様はね、ボタンの周りうろうろ走ってました。アルマは登ってるはずですよ。そうで、高田さんがいるのは見えなかった。シン様がボタンの周りぐるぐるしてて、僕はボタンの前にずっと立って。自爆なのこれ。自爆じゃないかもしんないから全員どこか。俺停電直してます、初号機。あれもそうかも、これあれか。僕はじゃあ、メイヤさんに入れますか。はい。はい。サンジンが生きてます。残ってます。伊豆がマットってこと？僕マットです。伊豆がマットです。
高田さん。アルマが右キル？高田さん。マジ？高田さん。僕奈良子さんですよ。僕が奈良子さん。はい。僕がどうやって奈良子切ったん？奈良子さんのヌーンでミーティングまで来てたから。僕は貨物で源さん切りました。いやそっちはなんとなく、あえ。タコ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 。これはえぐいな。これはえぐいね。タコタコラッシュだ。ジョジョのスタンドかと思った。スタープラチナタコバージョン。なんだこれ。全然話聞いてくれないやんだから。個人的に一番面白かったのはアーカイブで強靭の僕にアピールし始める高田さんが一番面白かった。いやもう神俺の下にチラ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 来て神煽ったら事実なんでしょ。事実ですよ。